こんにちは、和光コーヒーのおぎゃるです。9月の最後の週にコーヒー業界最大の展示会 SCAJ というものがございまして、コーヒーのいろんな企業がこういう商品が出ましたとか取引とかね、名刺交換とかだったり営業する大きいね展示会があるんですけど、まあ毎年うちもそこに出てるんですよ。今年ちょっとね、まあいつもは10月11月だったのがちょっと早まって9月になったりとか、今年から4日間になるとかいろいろちょっとね事情が変わったんで、その作戦会議をねうちの代表乾と、しようと思って、乾さん時間空いてないですかって聞いたら、なんかパッで地図が送られてきて、でここに来てくださいと、ここからなら空いてますみたいな感じで河内長野に来たんですよ。そのねお店なんかね謎の場所、それがねこちらアクトミズさんっていうね、なんかねバイク屋にいてますみたいなこと聞いたんですけど、故障でかい、それもお疲れ様です。あの失礼します、すっげーな、全部チャリンコとかバイクの機材でめちゃめちゃ買って、ああいてますね、ユニさん、お疲れです。ユニさんあれっすわ、待ってください、あれ SCAJ のあの、うん、会議せなあかんすわマジで、うん、今年だいぶ変わってる本当に。これカーボンやって、カーボン、そうだから今年から9月の最後になったんですけど、3日間だったじゃないですか SCAJ、 そう、うん、それが4日間になったんですよ、うんうん、そうで4日間になって、うん、でなんか、ね、僕らがいつも出てるコーヒービレッジっていう小規模のスペース、うん、あそこが別の棟で開催するらしいんですよね、うん、そうだから本ちゃんの UCC とかキーとかが出るところが毎年僕ら出てたところで、僕らがちょっと離れたところで出すことになったと、うん、で僕らは普段のやつが水木金で、僕ら木金土の土曜を絡めたなんかコーヒーフェスティバルみたいな感覚になってるんですよね、うん、何出しますマジで。これオーナー自分で買えるねんって、これやばない、せこない、そうなんですね、だから無理だよカーボン B2B をやろうとしてたんですけど、自転車のこれ何もすると思う、これやっぱじゃあ C に行くべきなんですかね、結構これ何もするんですかこれ、6万ぐらい、これエグなんじゃんって、 C を見に行くか、6万これ、なるほどな、食券のライオンですわこれ、ちょっとさ、これ税務署よかこれ、C 向けにだから速売とかもやらなきゃいけないんですかね。これ自転車買えますからこれ。毎年ね、めちゃめちゃかっこいいな。あのリキッドコーヒーのね OEM よくやってましたけど、だからそれ含めてまあ何出すか、だから豆売りとかもするのかいいのかとか、リキッドをまた今年もやるのか、まあちょっと別軸のことやるのか、なんかパッと浮かぶやつあります今。俺なバイクオーダー。やばいですよ、絶対僕の妻に言わないでくださいね、俺10年前に KTM 売らされたからな、ほんが内緒からこれ、俺絶対今に言うて、これほんまに俺の妻に言うたらもう死ねなくなるからこれ、やばない、やばい、これよくないこれ、やっぱ B に振るべき、これな電気バイクなんですよ、えぐない、めちゃめちゃ軽いからこれ、俺の体重で軽いですよこれ、60キロぐらい、なんかでも B2B ゴリゴリに OEM 取りに行っても、その客層的な話で僕らのところにね、企業さんが どんだけ来るかっていうのはマジ読めないんですよね今回。ビレッジってもともとね、こうまあちっちゃい小規模うちみたいなコーヒー屋がいっぱい出てて、豆売りの卸とかをまあ見つけたりとかするところやったんで、だからな本当にどんぐらいのポーチャステンションで行くのかっていうのが、ポーチャスちゃうから俺知らんからな、言うとけど非常に難しくて、ここめちゃくちゃコーヒーうまいから、ちょっと、やっぱインスタントとかでやるべきなんかな、ほんと見てこれコーヒーめちゃくちゃ怖だと、もともとバイク屋さんの自転車屋さん、まあそうなんです、自転車とピザの店、自転車とピザのお店、ね、すげえな、河内長野でこんな、だって値段もえくないこれ、うん、この400円とかすもんね、そうですね、安っ、赤字コーヒーまとめしましょう、こういうのを見に来るお客さんのためにって感じですか、自転車がねやっぱメインなんで、まあこういうのはもうそうやって楽しんでもらうよっていうところでね、はい、とりあえずピザうまいからまたピザいいっすね、うん、来てもらおうか、じゃあだいぶうまいからなこのコーヒー、これあれですけどスペシャルティーですよねこれ、そうですそうです、近くのコーヒー屋さんで仕入れて、そうですね、うーん、狭山のめちゃくちゃ有名なコーヒー屋さんやから、マジ、うん、みんな行ってください、うーん、ま
でマジでどうします？はいはい、テンション感、テンション感、はい。だから、まあ、さっき言ったように B2B の展示会でしたけど、まあ、それが、去年一昨年ぐらいからだいぶ客層が変わって、いわゆる一般層がめちゃくちゃ増えたんですよ、うんうんうん、で今年は多分もうそこに振り切った形になっている、はい、うん、もうあの大きい企業といわゆるちっちゃい零細企業のブースがもう完全にまあ分かれたっていうのプラス、まあ、僕らみたいなところは土曜日も開催しなきゃいけない、もともと B2B の、展示会やったんで平日がメインで、まあ、土日はなしっていうのがよくあったじゃないですか、うん、今年はそれを踏まえてでも土曜開催したかったことはやっぱ一般層の取り込みに入ってるから、うん、僕らも、まあ、もちろん B2B は大事なんですけど、C にもちょっと振っといた方がなんかリスクヘッジというか、なんかなんだろうな、一般層がいっぱい来るところで B2B をガチンコにやったとしても多分何の身も多分あんまりないじゃないですか、はあ、実りが、はいはい、そうだからある程度はちょっと C でちゃんとそこでマネタイズというか、まあいわゆる物販するとかですよね、軽くで一応ですね。でも、まあ、みんなするんでしょそれ。みんなしてますね。だからコーヒービレッジの最大の特徴は即売 OK みたいなブースなんですよ、僕らが毎年出してたとこ、うんうん、そうだからみんな去年からカップ売りしたりとか豆売りしたりとかっていうのをやってたんですけど、まあ、うちはそこでね、うん、軸ずらしたいよね。例えば全然違うことしていきたいよなんか、まあ、そうですね。だから別にカップ売りはする必要ないと思いますし、うちが、うん、で相撲とかに、相撲、相撲します、うん、の場所借りて土俵、うん、いやブースやったりするもん、コーヒー YouTuber みんなでサクリファイス、うん、とかね、はい、例えばよ、はい、そんなちょっと真面目に言うと例えば息にも入らないけど、はい、困るけど、はい、うん、まあ、近いやんでも相撲って言うたら、相撲って近いですか、うん、おむずいな人生ってとかね、それぐらいでも外していかない、みんなもさ、なんかおーってなれへん、あ、一緒やなって、そのはい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 って、だからな、フード出すとかも違うしな、このピザ食っていいですか、うん、これもあれなんですよ、チャリンコなんですよね。どうします、まあ去年とかはもううちはリキッドコーヒーの、まあ本当に OEM だけでサンプル渡すだけやったんですよ。で販売とか特にしなかったんですけど、うん、やっぱちゃんとやっぱ回収はせなあかんじゃないですか。だって一発出すのに安いブースといえど 4,50 かかるし、うん、ですね。まあ僕はちょっと気が進まないですけどね。何ですか、まあ物価に、うん、なんか、なんかやっぱちゃうことしたいよな。ちゃうこと、なんか怒られること、あの運営に。土曜日とかっすよ、問題はマジで。まともに B2 会社の人とかほぼ来へんし。いや、そんな、なんやろ、木金土で分けるとかだるいやん。だるいっすよ、ずっと同じでいいやん。あまあだからそこを見据えたトータルの話で、結局物販は最終的に、物販というかチーム向けに1日は経たないといけないから、それにも転用できるようなパッケージというか、うん、じゃインスタントコーヒーしましょう。じゃあめんどくさいから印刷します、うん、いや分からんけどな、うん、分かんないですけど、まあ、なんとなくそうっすね、まあ、何もなかったらリキッドあげれば、リキッドは2年やって、うん、やったからちょっとまあ思考変えてみますか今年は、うん、うん、まあ、ただ基本的にはもちろんやっぱ B2B 目線で、一般層にも一応なんか提供できるものを用意するっていうのでいいですか、そのどっちかに完全に振るんじゃなくて。例えばさ、はい、あの鈴木太郎さん言ってるやん、ああ笹コーヒーの、うん、あの人さ馬で走ってたやんか、はい、馬で走ってましたね。俺これバイクで走っても絶対いけるやろ。絶対いけないでしょ。いけるって。絶対いけるやろ。エンジンないから。エンジンないからじゃあみんな電気なんでしょあれ、うん、いけるやろ。だからいけるんすかそれ、うん、じゃあみんな楽しみにしててください。バイク走ってます。 SAJ で会いましょう。バイク